よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずセンター目線いただいてもよろしいですか。はい、いいですね。はい、アミカさん、スパイダーマンの推し魅力のポイントを教えてください。推しポイント。やっぱりまだ若いのにスーパーパワーを得て、でやっぱりヒーローの中でね、なんか全部を手に入れるみたいなイメージありますけれども、悲哀と言いますか、やっぱりこう若い子がいろいろと自分の成長に葛藤しながらも自分の求める愛とあと世界平和は同時に手に入れられないというね、こうヤングの成長物語の中にその悲哀っていうもののバランスがあるっていうところが姉さんは見てて、あ、ここ踏ん張りどころとか、ここは勇気を持ってって思いながらもこうぶち当たっていく成長物語を見守るみたいな目線なところが好きですね。そして今回は抗うんでしょ。そうなんですよね、テディ。もうとにかくミカの投稿は面白すぎてこれ取られちゃうんですよね。はい、人って、いや、もう私はもう本当にこれを見てて、もともと漫画時代から子供の頃ずっと読んでるから、自社版も実はこの劇場でほぼ前作私たちが見てるんです。ありがとうございます。もうこれで、まあ、元祖に近いようなそのアニメ版の方も見れるっていうのはすごい楽しみですけど。楽しみやな、ね、テリーがずっとその漫画見て育ってんもんな。なんですよ。なんかもう何はど根性物語みたいな、なんかスパイダーマンになってきましたけども日本最速でこの後お楽しみいただければと思います。楽しみです。はい。